はい、どうも俺です。今日もいろいろポケカ遊戯をいろいろやってきたんで紹介していきますね。じゃあまずこの分厚いこの束からいこうか。これはね500円ガチャかな。当たりなんかトゥエンティースがあって2回やってきたんだけど、まあ出なかったね。はい、これはガラクタ鑑定団だったかな。これはまあ外れだからサクッと、これとかかな。強いて言うならフォスオラージュとかなんかな。はい、こんな感じでアレッサと、これが初めて見たね。で精神操作で、はいはい、こんな感じで、ほいほい、あんまり俺もよく見てねえんだけど、おお、いいじゃんこれ。ほうほうほう、キングスナイト、おっさん、なんかレリーフなんかかっこいいの入ってた気がするんだけど、なんだこれ、クマモール、未開機2枚セット、これはちょっとぐらいつくんかな。スターダストウォーリアの、あ、これか、レリー、あ、ファイブゴッドドラゴンだ、かっけえ、ファイブゴッドのレリー、もうこれはいいね。これファイブゴッド俺好きだからいいね。まあ、値段はつかねんのかな、わかんないけど、はい、こんな感じで、はいはい、おー、リアーナ、かわいいね。おー、また出た、はい、はい、こんな感じ。これは外れで、これかな、これかっこいいね、ファイブゴッドのレリーフ、すんげえ強いし、はい、こんな感じですね。はい、でポケモンミスカンじゃ、これはね1000円くじで1回1000円ね。で、今のね出たばっかりのソードとシールドのなんかすごいトップレアなやつが当たるやつ でそれを3回、これカードラボかなでやってきただよね。3回で1回目がこいつ、得意のラプラスのハイパーアリアか、あー、1000円でこれじゃハドソンですね。後ろがレッドの挑戦、はい、こんな感じで、2個目がねあ、で、なんだろう、チャンネル登録なんか増えてたんだけど、してくれた人どうもありがとうございますということで、で2個目がこれ何だったっけな、はい、あ、これだ、マグカルゴのハイパレアか。これは持ってなかったからまあいいでしょう。で、裏がこれジャラランガ、これ持ってなかったな、はいはい。で、3つ目がこれね、ぐちゃぐちゃになっちゃったんだけど、よし、で3つ目が、ブラックキュレムからの出ました、ヨアシ。もうなんか得意になっちゃったな、弱しは。まあ持ってないかったし。まあいいね。このキラキラ感がいいよね、これはね。弱しはもう、得意になっちゃったな。糖度弱し当たんだよな。で、はい。で、これにすっか。ほんとね、これも遊戯を1回1000円で、SS 賞から下が D 賞まであって、2回やったんだよね。で、1個目がこれ、サクリファイスのホロ、これはデュエリストのやつだよね、レジェンドデュエリストだっけ。で、これ持ってなかったからね、まあこれ何枚買ったんだけど、これこっちが C 賞だっけな。で、何枚買ってこれ持ってなかったから、このサクリファイスのホロにしましたと。で、こっちが D なんだっけな。で、交換してきたのがドラゴンメイドハスキーの宿、
は持ってなかったから、はい、いいよね、見た目もすごい可愛いし。はい、これですね。はい、で今これかな。これはね、1回1000円のくじで SS から、これも C 賞か、 SS から C 賞までやって、でこれは B 賞かな、 B 賞が出て交換してきたのがこれ、オルタナティブホワイトドラゴンの宿、レジェコレの宿かで、 B 賞1回出て、まあいろいろあったんだけど、これ持ってんだけどね、まあとりあえずこれと交換、これ1枚だけだよな。はい、これだね。はい、で3回回して C 賞、 B 賞1個と C 賞2個出たんだけど、 C 賞2個合わせるとこの2枚セットと交換できるんだけど、で交換してきたのがこいつだ。はい、とウサギのレアコレのレリーフか、これ2枚セットと交換してきた。ウサギはね無限回収数だからいいよね。レリーフ俺あんま持ってねえし、はい、これにしましたということっすね。はいはい、あ、これは良かったな、これ持ってねえし、これは可愛いし。はい、では今日のメイン行ってみましょう。これはねカードラボで1回500円のくじかなを8個買ってきたんでね、4000分で、トッププレイヤーがフォロガール、フォロガールが当たるカードラボの1回500円のくじを発掘しね。はい、じゃあ見ていきましょう。これはもう俺まだ見てない、いつもね買ったらその場で見ちゃったり車で見ちゃったりするんだけど、我慢してね、動画用のために我慢して家に帰ってきたんだけど、当たんねえかな。トップペアがフォロガールで、あとはウサギの宿とか、あとなんか墓穴があったんかな、墓の20ティーサットか忘れちゃったけど。はい、じゃあ1個目当たんねえかな、頼むぜ。はい、じゃあ、あーもうない、こっちはねえな。はい、うわー、これはレジェコレですかね。はい、うん、リサイトスターリング初ゲット、うん、ダークホライゾン、うん、なんとも言えねえ、全然わからん。これもう初めて見たな、これ。はい。まあ、外れたね。多分、外れたな。はい、2個目。出ねえかな。スリーブとか入ってんかな。フォロガールはね、今年中に当ててから年越したいけど。はい、じゃあ2個目。行ってみましょう。ドキドキすんな。まずこっち、クリスタルアバターからの、あ、またかよ。あー、出た。エイリアン。竜の、これ何かで見たな。これも外れだな。やべえ。はい、じゃあ3つ目。うわー、爆死かな。出てくんねえかな。ちなみに今日の俺の引きは弱いね、引き弱です。はい、じゃあ3つ目で見ましょう。まずこっちから。はい、なんだこれ、ガーディアンデスサイズ、ガンダムの画面からのエレメンタルヒーロージアースの宿からの誘爆。はい、どうなんだろう、わかんねえな。多分爆死だね。はい、じゃあ4つ目。なんかいっぱいあったんだよね、まだ50口とか結構まだいっぱい残ってて、
で、いつもね、こうバラバラに撮ってくるんだけど、今日はガバッて撮ったんだよね。それがアダとなるのか、京都出るか吉と出るかみたいな感じ。はい、3つ目、こっちから行こうか。リンクスパイダーね。はい、あ、またどんだけ入ってんのこれ。スカーレットノバドラゴン、はいはい、まあかっこいいね。なこいつどんだけ入ってんだよ。シンクロス、これも外れですかね。はい、じゃあ何個目だ、4つ目かな。フォローガールさえ出てくれれば一気に挽回できるんだけど、開けづらいぞと。はい、4つ目見ていこうか。出てくれ頼む。嫌な予感しかしない。はい、あれ、これさっき出たな、魅惑の未開機からの、なんじゃこれ、コードオブジャスティスもしく初めて見たな、大からの免許証契約書、ここどうなのこれ、型番 PP12 ってなんだろう、型番見てもわかんねえんだよな。まあいっか、まあ、よくねえけど。はい、やべえ、あとじゃあこう口目出ないかな。あと4000大爆死じゃねえこれ。はい、じゃあこう口目いきましょう。なんだ、あービルス、これ得意なやつかよ。チェットがいっちゃったけど、はい、遊戯王なのにドラゴンボールのキャラとビルスからの、あーこいつはダメだね。マガジンドラムゴンからのメガリスからとロンからのビルス、あーダメだ、やばい。はい、で7個目かな。え、なんか当たりあった今、ちょっとよくわかんねえな、ねえよな。うわー、なんかダメそうな感が。はい、いやー、また出たからの、ほいダメだ、カイザーブラッドボルスのシクからの、あ、また出たよこれ、どんだけ出んのこれ。はい、じゃあ外れだねこれも。やべえ、最後の一口なんだけど。いやー、なんか当たりあったんかな、気になる。でもねえだろうな、せめてうららの尻とか出てくんねえかな最後。あー、開けづら。はい、最後じゃあ行ってみよう最後。ん、なんか輪っかキラキラしてねえか。はい、じゃあラスト行ってみましょう。あ、もう、なあ、こっち、もうダメだな。またこれなんだよ、これどんだけ出んだよ。はい、じゃあ行きましょう、せーの、またかよ。うわ、マジでこいつ何値段すんのこれ。カイザーブラッドボルスからの、これイグニッションアサルトのやつだね。何回も見たぞこれ、何なのこれは。すげえ入ってるけど。はい、残念、大爆死だったね多分。まあ爆死だな、残念。まあまた狙って買ってこよう。なかなかボックス売ってねえし、ボックスで当たるの厳しいよね。でまあ最後にこれを見せておこう。これフェイトグランドオーダーアーケードに結構最近ハマってて、でこのこいつが好きなんだよね、またはり、かわいいよね。はい、またはりだけ見せるって、あ、こいつもいたな。はい、花嫁修行、あ、こいつもいた、プリズマコスモス、こいつがお気に入りなんだよな、またはりかわいいよね。はいはい、
はい、じゃあこんな感じですね今日は。で、なんだ、あのね、ガンプラ作ってみた動画を多分明日か明後日かあたりに投稿するんで、よかったら見てください。では、どうも、これでした。